魏志47図村松三田有効時期、清中魏志肖像より、有松三田有効時期、村松高直元禄16年2月4日は、江戸時代前期の武士。赤穂浪士47士の一人。通称は、三田有、三代部。延宝5年、赤穂藩士、村松秀直の長男として誕生。母は、村松茂清の娘。赤穂藩では、家督前の部屋住みの身であった。元禄14年3月14日に、主君、浅野長則が、吉良義仲に任城に及んだ際、光直は父、秀直と江戸にあった。そして共に、赤穂へ行き、大石義雄に、進門欠藩書を提出して、江戸へ戻った。その後しばらくは、秀直と行動を共にしていたようであるが、やがて、秀直とは別に、芝源助町の借家に移り住み、磯貝正久や知野常成と同居した。荻野十左衛門の植松三太夫などの変名を使っている。父と共に、吉良邸討ち入りに参加し、裏門隊に所属。大石義雄が、敵ながらあっぱれなものと称賛した、榊原平右衛門を斬る。本会後、水野忠之の屋敷に預かりとなり、道家家臣。広瀬半助の解釈で切腹した。享年27。浅野長則と同じ江戸の高輪泉岳寺に葬られた。法名は波清本謙信寺。図書領文庫所蔵資料より、河鍋暁斎、元禄日本金など赤穂詩編3室、赤穂47熾列伝。ありがとうございます。